山のところにおじいさんとおばあさんが住んでおりました。ある日おばあさんが川で洗濯をしていると、川の上の方から大きな大きなものが流れてきました。どんぶらっこ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 。まあなんと大きな桃。ありがとうございます。ドンブランコドンブランコドンブランコ。まあこれはなんとおかしな桃。はい、マダム、 I am a delicious peach. Please take me to your house. 桃は話した。でも日本語じゃないから何を言ってるかわからないわ。 Please take me. OK? OK?桶ってこの洗濯桶のこと？桶？桶、そうよ、これは桶。Thank you very much. ああ。Let's go. そうだ。これも桃？さあ。です。お、たまげだ。なんと、なんとめっこい男の子です。この子は桃太郎という名前にしよう。Excuse me. 桃が喋った。君が悪いな。How do you do? It's nice to meet you. お、お鬼待って、鬼と一度。こうして桃から生まれた桃太郎はすくすくと成長し、立派な青年になりました。一方、おかしな桃から出てきた おかしな女の子は桃子という呼び名をつけられ、毎日勉強してだいぶ日本語が上手になりました。おい、桃子、聞いたか？最近、鬼が村で暴れ回って村の人たちの宝物を奪ってるって。俺は決めたよ、鬼ヶ島に行く。じゃあ、私も行きます。お前には無理だよ。お前は力も弱いし、刀の稽古もしないし、勉強しかできないじゃないか。いえいえ、まだまだです。褒めてないよ。大丈夫です、私は少し日本語ができます。バーカ、それで鬼退治ができるわけはないだろ。退治？退治は何ですか？鬼をやっつけること、つまり鬼と戦って勝つってことだ。わかりました。でもどうして鬼さんと戦いますか？どうしてって、鬼が悪いやつだからだよ。桃太郎さんは鬼さんに会ったことがありますか？ないよ。じゃあどうして悪いとわかりますか？うるさい、鬼は悪いって決まってるんだ。昔からみんなそう言ってる。じゃあお前はどうして鬼ヶ島に行くんだ？横です。横？私は鬼ヶ島に行ったことがありません。一回どんなところか見てみたいです。それに鬼さんと写真撮りたいです。勝手にしろ。おじい様、おばあ様、それでは鬼ヶ島に鬼退治に行ってまいります。気をつけて行ってください。無事に帰ってきてね。これ、きび団子。ありがとうございます。これ、美味しいですか？まあ、そんなに美味しいものじゃないけど、食べると元気が出る。元気が出ますか？でも私はいつも元気ですから大丈夫です。それにお弁当もあります。ああ、そう。おじいさんとおばあさんが食べてください。おじいさんとおばあさんは老人ですが、たくさん働きますから。まあまあ、ありがとう。こうして二人は鬼ヶ島へと出発しました。疲れました。
ちょっと休みましょう。情けないな。まあ、ちょうどいい。飯にしよう。やった。団子をやるから俺の子分になれ。一緒に鬼ヶ島に行って鬼退治をするぞ。それはちょっと。もらってくれないと話が進まないから。何少ない。じゃあもう一個やるよ。ということじゃないですよ。なんであなたの子分にならなきゃいけないんですか。それならいらないんです。そんな、さっき死にそうだって言ってたじゃないか。無理するなよ。ほら、これはプライドの問題です。死にます。犬死にで結構。そんな。すみません、もしかしてあなたはあの時の犬じゃありませんか。やっぱりあの時は本当にありがとうございます。今はお腹が空いてるそうですね。よかったらこれ召し上がってください。牛タン弁当。いいんですか。ありがとうございます。じゃあ遠慮なく。ああ、おいしいよ。ごちそうさまでした。ところで、今からどちらに。鬼ヶ島で旅行に行こうと思っています。鬼ヶ島ですか。ああ、今、泳がきれいでしょう。ああ、私は3回行きました。なんだかまだ行きたくなってきたな。ああ、どうしよう。じゃあ、私も一緒に行こうかな。ええ、ぜひ。どうして犬が仲間になりました。ちょっと待て、いいのこれで。なんかおかしいんじゃない。こうして犬が仲間になりました。強引だな。分かったよ。疲れました。さっき休んだばっかりだ。もう少し頑張れ。あ、犬さんが棒に当たりました。大丈夫ですか。嘘をつくな。まあいい。じゃあ休憩。今後はうまくやるぞ。僕たちはこれから鬼ヶ島に行くんだ。ここきびだんごをあげるから、よかったら僕たちと一緒に鬼ヶ島に行かないかい。鬼ヶ島行かないよ。それより何かも面白いものないか。面白いもの。あ、あります。これ坂ボール。じゃあ歩いたから鬼ヶ島やってやってもいいぜ。よし、それだ、負けないぞ。ああ、俺に勝ちだな。人間の故障に弱いな。くそ。猿さんはサッカーが上手ですね。でも、お友達はいないんですか。友達そうだ、言えない。もう、でも今日は楽しかった。ありがとうよ。じゃあ今日から私たちは友達ですね。友達。そう、ボルは友達です。友達の友達は友達です。じゃあ友達に渡し、ありがとうよ。やっとるよ。本当ですか。やった。こうして猿が仲間になりました。やっぱりなんかおかしい。確かに僕にだってよ。でもなんかすっきりしないんだよな。こうして猿が仲間になりました。わかったよ、もういいよこれで。まだ鬼ヶ島に来ませんか。もうそろそろ海だ。もう少し頑張れ。あ、猿さんが木から落ちました。嘘つくな。ほら、お尻が真っ赤です。もともと。わかったよ、休憩。
とこそうまくやるぞ。はじめまして、私、桃太郎と申します。もしよろしければ、私たちとサッカーでもしませんか？サッカーしなよ。じゃあ、このきびだんごを差し上げますから、僕たちと一緒に鬼ヶ島に行っていただけませんか？まずい。そんな、食べると元気が出るんです。おばあ様が早起きして一生懸命作ってくれたんです。いらない、いらない。そんな。おい、桃子、なんとかしろ。ほっときましょう。え、そんな失礼な鶏一緒に連れて行っても全然楽しくないですよ。あんまり。そうか、そうだよな。こんなやつ連れて行っても楽しくないよな。おい、鶏、聞いたか？もう頼まない。本当にいいの？ああ、よし、みんな行くぞ。ブイブイ、何かうちだよ。あ、遊戯王のプレイか。教えてくれてありがとうございます。遊戯王？ちょっと待って、このカード見せろ。このカードはセクショップ星人グリズリー。なんでお前らこんなレオコロ持っているんだ？これは私が2010年に遊戯王の世界大会で参院になった商品です。へー、すげー。君だ、弟子になる。お願いします。僕を弟子にしてください。いいですよ。じゃあ一緒に鬼ヶ島へ行きましょう。はい、喜んで。こうしてキジが仲間になりました。いいよ、これでもうだいぶ慣れたよ。こうなったらなるようになれだ。こうして桃太郎が泣け槍になりました。うるさい。そうですよね、桃太郎さん。ああ、
もちろんだ。お腹が空いて、あまり美味しくないかもしれないけど、ほら、きびだんご。これを食べると元気が出るぞ。美味しいか。よし、食べて元気が出ただろ。じゃあ、みんなで働くぞ。せっせと働き、鬼たちの家を直し、田んぼや畑を耕しました。そして、数か月後。じゃあ、お前たち、元気でな。桃太郎さん、さんたちが手伝ってくれて、感動でしたね。島がまだに戻ってる鬼が笑うでさ寂しくて鬼の目に涙でさ兄さんは日本語が上手になりましたね。まだまだです先生でもおかげですじゃあまたな。バイバイ。バイバイ。おい桃子、どうしてお前がそっちにいるんだ。桃太郎さん、私もうちょっとここに残ります。どうして？お兄さん、私の家にホームステイしようと思っています。また勝手なことを。桃子残ったら僕も残る。いや、俺も残る。え？じゃあ私も。え？桃太郎さんもどうですか？俺は。俺は帰る。俺にはやらなければいけないことがある。俺はまだまだ弱い。この旅を通してそのことがよく分かった。だから村に帰って修行する。そして今度は一人で旅に出るんだ。そしたらまた鬼ヶ島に戻ってくるよ。桃太郎さんが戻るのを鬼ヶ島に待っています。約束ですよ。あ、約束だ。そうだ、ずっと気になってたことがあります。聞いてもいいですか？え、なんだよ急に。なんだかドキドキするな。何？ムラコってどういう意味ですか？え、どんぶらこ？渡る世間に鬼はなし、めでたしめでたし。では、桃太郎、遠藤和彦先生、桃子、リビア・マリアーニさん、イタリア、イヌ・ハマンブッドさん、ネパール、鬼一、カーパ・アショク・ジュンさん、ネパール、おじいさん、ダハル・パラスさん、ネパール、鬼一、ミランさん、ネパール、キジ、ニワトリ、レ・ユー・アン・トゥーさん、ベトナム、鬼さん、ガネシュさん、ネパール、鬼ヶ島の入管、ブレイク・ヤ・ヘア・ハルトネさん、サル・イグマティアル・シャプヤヌルさん、インドネシア、ナレーション・チャパガン・イスワルさん、ネパール